この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は気まぐれ添削褒めちぎり会です。イラストレーター名豆腐マンさんかな。タイトルは落としたアイスクリーム。こんにちは、私はアメリカから来た10代のアーティストです。このメッセージには翻訳機を使っていますので、この手紙が理解できることを願っています。ホロライブのガウルグラさんを描きました。泣いている姿をドラマチックに描き、タイトルを読んだ後に絵を見た人が笑っているようでいて、とても愛おしいものにしたいと思いました。この作品はペイントツールサイから乗り換えたばかりで、クリップスタジオで初めて描いた作品でもあり、まだ不慣れな点も多いです。この作品の最大の目標は、ぼかしを使って奥行きを出すことでした。また表情も激しくしていますが、可愛らしさも忘れないようにしています。これを改善するにはどうすればいいのか教えてほしいです。苦労したのは髪の毛です。重力でカメラに向かって落ちてくる髪の毛をどうすれば違和感なく表現できるのかわかりませんでした。でもどうしても可愛くしたかったので、重力の影響を受けない普通の髪の毛を描くことにしました。この長い手紙を読んでくれてありがとうございました。アメリカから愛を込めて、とのことです。はい、まずですね、タイトルの付け方というかコンセプトが最高だなって思いました。パッと見た瞬間、グラちゃんどうしたの、なんでそんな悲しい顔してるのってね、思わず心配になっちゃいますよね。なんかグラちゃんが僕を見て泣いてる、なんでなんで泣かないで、すごくね胸を締め付けられます。で、タイトルを見たら落としたアイスクリーム。もうね、ここで見ている人みんなが気づかされるわけですよ。あ、そうか、俺アイスだったんだってね、自分がアイスだったことをここでやっと思い出すわけなんですね。そっか、俺アイスだった。で、グラちゃんに飼われて食べられる瞬間、あ、グラちゃんすれ違った男の人にぶつかってしまってアイスを落としちゃったんですね。そんな悲しい顔させてごめんね。僕もグラちゃんに食べて欲しかったけど、でも不思議と悲しくないよ。こんな僕みたいなソーダアイス風情に対してこんなに涙を流して悲しんでくれて、ポタ、あ、グラちゃんの涙温かい。僕アイスだから冷たい世界しか知らないけど、温かいものって本来苦手なんだけど、でもわかるよ、グラちゃんの涙の温かさ全然嫌じゃない。あー、でももうダメみたいだ、体が溶けてっちゃうよ。さよなら、グラちゃん。僕がいなくなっても僕じゃない美味しいアイスをきっときっと見つけるんだよ。ありがとう、バイバイグラちゃん。ごめんなさい、ちょっと本当に泣きそうになってきた。いや、なんかもうね、アイスクリームを描かずにアイスクリームの気持ちを感じさせつつ、切なさまでもね描き切ってしまうっていう豆腐マンさんの画力の高さ、これもうやばすぎるでしょ。僕がアイスだとしたらもうね、こんな溶け方したいっていうぐらい、もうある意味ね、理想的なアイスの死に様を描いた名作だと思います。思わずね、天才かって口走っちゃいました。でね、次の褒めポイントなんですが、ぼかしを使った奥行きにチャレンジしたということですが、この演出もねうまくいっています。手前のね、この2つの涙をぼかしつつ、目から溢れてくるこの涙、この涙にはねきちっとこの主線が描かれていて、ピントがあったような状態ですよね。これによって溢れた涙がこぼれてきて、僕に近づいてくるにつれてピンボケしている。だから手前と奥との距離感が出ていますし、何よりもこれによってアイスたる僕の存在に気づくことができるんですね。あとね、細かいところで言うと、腕とか、あとはこの髪留めの部分、それと手前に垂れ下がっているこの魚の骨のアクセサリーとかも、距離によって微妙にねボケ足が追加されていて、細やかにねピント調整がされてるんですね。このアクセサリーとかも微妙にねこんな風にボケ足が追加されています。この細かい処理はね非常に効果が高いと思いました。で、次にですね、本人は気にされていたようですが、ここについても素晴らしい判断だなって思ったポイントとして、2次元と3次元の書き分けがあると思います。具体的に言うと、髪の毛のこの垂れ下がり方ですね。本当だったらこのポーズを取った場合、サイドヘアは根元から垂れ下がってくるはずです。ただですね、ちょっとそうすると違和感が出るような気がするんですよね。ちょっと無理してやってみましょうか。
はい、どうでしょうか。まあ、もしかしたらね、リアルに考えたらこうなるのかもしれませんが、ちょっとね、乱れたような感じになってしまって、グラちゃんっぽい可愛さが欠けてしまうでしょ。そうならないように可愛い印象を残すために、あえてここだけは重力の影響を抑えて、あえて正面の時のままで描く、そういう判断をする場合って結構あるんですね。まあこれ例えばですね、似たような例として挙げられるのが釣り目のキャラを描く時があると思います。例えばですね、こんな感じの釣り目キャラがいたとして、でこのキャラを下から見上げるとね、目の傾きを考えたらこんな風に目尻は垂れ下がる方が自然かもしれませんが、そうするとね、左右でちょっと印象が変わってしまうじゃないですか。なので、あえて下から見上げた場合にも、ちょっと物理的にはおかしいかもしれないですけど、二次元的な印象を優先して、こんな風に、あえて釣り目のままにしておくっていうことがあるんですね。結構ね、僕としてはこの辺の感覚って、海外の方はリアリティの方を優先することが多いなっていうふうに思っていたんですが、トーフマンさんはですね、その違和感を敏感に察知して、こんな風に二次元的な感覚を優先させました。なんかこのあたりの割り切り方に、すごくね、ニュージェネレーションを感じました。あとですね、これはちょっと細かいことなんですが、こんなレイヤーも残っていたので、おおって思ったんですけど、ポーズ人形の使い方がすごくね、うまいなって思いました。ポーズ人形を使うと、どうしてもポーズ人形に頭身が引っ張られたりして、キャラのイメージにそぐわないような見た目になってしまうことがあるんですが、トーフマンさんはうまくね、それを利用して、構図や陰影、それと角度による見た目の参考だけに利用してですね、その他はキャラクターに寄せていく。っていうことを自然にできているので、違和感を全然感じないですね。このやり方はね、すごくうまいなって思いました。あとはですね、これはもう言うまでもないんですが、表情がね、もう最高ですね。ご本人が言うように、表情はすごく悲しがっている感情をそのまま出しているんですが、あまりにも顔つきが崩れてしまうと、それはそれで一枚絵として見た時に、可愛いっていう感じが損なわれてしまう場合も多いです。ですが、トーフマンさんは、この辺のバランス感覚もとても優れていて、激しい、だけど可愛いっていう、そのギリギリのラインを攻められていると思います。まあね、料理の世界でもプロはしょっぱいと感じるギリギリの塩加減に調整するって表現があったと思うんですが、この表情の調整はですね、まさにギリギリの塩加減になっていて、いい表情が欠けているなっていうふうに感じました。素晴らしいです。で、あえて最後にこのイラストで、あえてここだけもっとこうすればいいかもっていうポイント一点だけ指摘するとですね、まあ、ほんのちょっとのことですね、涙の調整です。こうしてみてはどうでしょうか。はい、こんな感じでですね、細かい涙を追加しました。今ちょっとですね、目から溢れてきている涙の粒と、落ちてきている涙の粒、大きさにね、かなり開きがあるのと、あと落ちてきているものが2粒だけなので、少しですが唐突感があるような感じがしました。なので、その間を繋いでくれる小粒な涙を少しだけ加えてみるとね、いいかなっていうふうに思いました。でね、こうすることによって顔の周辺の密度も少しだけ追加できるのもポイントですね。はい、どうでしょう。で、さらにこうするといいと思います。はい、手前の涙をですね、さらにぼかしてみました。手前の涙と目から溢れている涙、その間の涙を描いたことによって、さらに手前の涙をぼかしても違和感がなくなり、さらに手前と奥との差をつけることができると思います。アイスである自分にね、涙がさらに近づいてきて今にも当たりそうっていう感じをより強調できるようになると思いますので、こういう処理もね、ありかもしれません。はい、すごくね、微妙な変化ですけど、こんな感じですね。まあ、言われないとわかんないですよね。はい、こんな感じです。今回の褒めちぎりは以上となります。いかがだったでしょうか。今回のトーフマンさんは、アイスというモチーフを書かずに、自分がアイスだったらどう感じるのかっていう視点をね、
見ている側に味わわせてくれるっていうかなりアクロバティックな作品を見せてくれたんですが、例えば僕の他の添削では、自分がアイドルを見ているファンだったらどう感じたいのかということを見事に視線だけで表現してくれたこちらの作品、気まぐれ添削39もおすすめです。ホロライブの星町水星ちゃんの添削をしたとても人気の動画なんですが、お待たせしました。こちらね、英語字幕も追加しましたので海外の方にも見ていただけます。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。